素晴らしい。さっさとお花のショーを始めてまいります。よろしければぜひ見ていってください。どうぞそちらにいらっしゃる皆様、一歩ほど前に。ありがとうございます。ありがとうございます。そちらにいらっしゃる皆様、一歩ほど。ありがとうございます。いえいえ、待ちにございます。ありがとう。ちょうどその船長辺までぜひぜひいらっしゃってください。ありがとうございます。それでは改めまして皆様にご挨拶差し上げましょう。皆さん、メリークリスマス。メリークリスマス。クリスマスイベント開催中の東京ディズニーランドへようこそ。私たちはウェルカムフラワーバンドでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私はバンドマスターのサンフラワーと申します。どうぞお見知りおきを。さてバンドメンバーの諸君、準備はよろしいですか。リリー、ガブラ、はい、マーガレット、素晴らしい。それでは早速始めていきましょう。ミュージックスタート。35日、花が溢れる魔法の国なのさ。華やかで楽しいクリスマスのパークへ皆様をお迎えいたします。フラワーならの時を忘れさせる。フラワーならのいつまでも素晴らしいお花たちのことを楽しくご紹介しましょう。さあ早速パークの花咲く1年間を一緒に巡っていきましょう。まず最初は心弾むきらめく春。さっさとこれは明治の花咲きです。明治は白い光を浴びたからだそうですよ。暖かい春にぴったりですね。そしてもう一つシンデレラ城の周りに咲くのはチューリップ。皆さん、ぜひ大切な人にチューリップのお花をプレゼントしてくださいね。さて、続いては太陽が輝く夏です。アドベンチャーランドに咲くのはハイビスです。暑い日差しの中で毎日元気に新しい花を咲かせます。そして、トゥモローランドに咲くのがベゴニア。ユニークな花びらが愛らしいお花ですね。さらに、夏にはファクリーにたくさん美しいバラがあふれます。キャッチータイムセットまで咲くバラはディズニーランドを呼ばれてるんですよ。まさに名前にふさわしい華やかなバラですね。そして実りの秋、全体の綺麗なのは赤くて可愛い小さな実をつけます。さらに花咲きながらは綺麗な菊のオピオリーも見られるんですよ。さあ秋はもっと紹介していきましょう。コスモス、ロビンス、はい、最後はロマンチックな冬です。寒くてもパークにはたくさんの花が咲いていることを皆さんご存知でしょうか。冬の代表的な花といえば
ルモローランドに咲いているシクラメンとモミジ。本関係ないですけど、うつむきがちにシクラメンは花を咲かせる方からハジカミーナっていう花言葉がついているんですよ。とても可愛らしいですよね。ピンクや白、赤などユードパーツを鮮やかに彩り、私たちを楽しませてくれます。さあ皆さん、パークの花をめぐる1年間の旅いかがでしたでしょうか。このようにパークにはたくさんの花が咲いています。皆様もぜひ素敵なお花たちのことを探してみてくださいね。それでは今日は特別に四季のお花を集めて作ったブーケを皆様にお見せしました。どうもありがとうございました。あ、鈴の音が。ああ、今パークではクリスマスイベントを開催しています。そこで今度はクリスマスの楽しい音楽に乗って一緒にダンスを踊っていきましょう。手拍子をしたら今パークに咲いている冬のお花のポーズ、そしてクリスマスのツリーのポーズをしていきますよ。まず最初はトゥモローランドに咲いているシクラメンのポーズ。こちら手を交差させてきれいに咲かせましょう。そうです。そして続いてアドベチャーのツキーラギは手を開いてポーズをします。そしてワールドバザールのポーズは華やかにポーズ。そして最後の曲、クリスマスのツリーのポーズ。サンタさんのポーズのポーズから、はい、じゃあスクラムですよ。そう、はい、スクラム。さあ、なんてね、そう、はい、キーラギ。さあ、いいよ、ポイントきゃ。そう、はい、ポイントきゃ。さあ、最後にクリスマス。それではもう一度、スクラムからいきますよ。さあ、次に行きましょう。さあ、はい、シクラメン、ちょっと前からやりますけれどもね。さあ、はい、素晴らしい。さあ、はい、最後に、最後に、最後に、バッチリです。バッチリ。さあ、次、4巻に、9巻、パリューに。あったー。皆様、ロマンチックに、華やかに、かつ、笑顔で、素敵な笑顔でありがとうございます。それではもう一度シクラメンから参りましょう。行きますよ。元気に参りますよ。さあ、はい、シクラメン。さあ、次はテレビだよ。さあ、はい、テレビ。素晴らしい。さあ、ポイントですよ。さあ、はい、ポイントですよ。さあ、最後元気にクリスマスツリー。素晴らしい。それでは最後にもう一度クリスマスツリーのポーズをして終わりましょう。どうもありがとうございました。いや、皆さんも笑顔満開でご参加いただきありがとうございました。それでは最後にもう一度だけ私たちと一緒にお花の復習をしてまいりましょう。まず最初にトゥモローランドに咲いているお花のポーズ、皆様覚えていらっしゃいますか。あ、すごい皆さん。あー、でもそうですね、シクラメンはこの手を交差するポーズですね。皆さんも一緒にやってみましょう。参りますよ、せーの、シクラメン。そうです、バッチリですね。続いてアドベンチャーランドに咲いている花のポーズは手を開く、せーの、ヒイラギ。そうです。そしてすぐそこワールドバザールで咲いているお花のポーズは華やかに、せーの、ポインセチア。そう、そして最後、これがないとクリスマスとても寂しいですよね。寂しい、寂しい。なので、はい、たくさんのクリスマスツリーが見たいですよね、はい、見たいですよね、はい、というわけで皆様一緒に元気よくクリスマスツリーを作ってみますよ。いきますよ。ありますよ、せーの、クリスマスツリー。バッチリです。皆様ありがとうございます。思わずガーベラが跳ねて喜ぶくらいありがとうございます。皆様、はい、以上の花々は今パークに咲いてございます。そしてクリスマスツリーは皆様から見て正面、ワールドバザールの中央に、そしてパークのいろんなところに飾ってありますから、ぜひ探してみてくださいね。さて、それでは最後に皆様の今日一日が素敵な日になりますよう、私たちが歌でお見送りさせていただきます。ここは365日、願いが叶う魔法の国なのさ。皆様どうぞ笑顔の花いっぱいの一日をお過ごしくださいませ。ロボララロー、ハバナイロッテアトラクションだぜ。そうだぜ、まるでも楽しめるよ。いい
らっしゃい。皆様、行ってきましょう。行ってらっしゃい。楽しんできてくださいね。Thank you.